はい、まあ、こちらね、村指定重要有形民族文化財です。100万遍供養と昭和46年5月10日指定です。この供養塔は、まあ、行者仏人が恩師である吾妻郡川戸村善道寺の前住職、まあ、随人和尚の菩提と聖家である豊田氏先祖代々の、まあ、仏家家内安全、まあ、除災来生を記念し100万遍の念仏を奉唱し終えた証しに建立したもので、文化6年1809年江戸日本橋の商人をはじめ地方有力者の賛成を得て建立し、江戸渋谷法泉寺住職何名を同志に迎え開眼した、開眼した。王子は塔の周りに善男善女が集い念仏を唱えながら体を揺らし集会したと伝わるが、明治初年の廃仏毀釈によって塔は破壊され、現存の塔は明治33年に長岡村中の神塔によって再建されたものである。高さ 4.8 メートル、最大幅 1.75 メートル、切石を円形10層ほどに積み上げたもので、現代型の台石に乗った直径62センチ、高さ75センチ、円筒形の塔身の東面には阿弥陀如来像を彫り、まあ、西面には南無阿弥陀仏ほかの宝号、まあ、仏号を刻んだほか、周囲全面に137文字の梵字が刻んである。まあ、100万遍の供養塔です。これは随分あれですね、まあ、たくさん念仏をね唱えた、まあ、証なんですね。じゃあちょっと見てみましょうね。はい、先ほど読んだ説明版はね、まあ、そこです、まあ、バス停は長岡公会堂前ですね。そして、まあ、こちらにね天台宗、まあ、蓮華寺、まあ、これはね、まあ、真新しいものですけれど、まあ、かろうじてね、まあ、名残というか。そしてね、こちらにはね、道しるべです。向こう、右、小倉、渋川。左、山小田、相馬、美濃和。この美濃和っていう、まあ、名称がね、まあ、時代を感じさせますね。今はね、三郷町になっています。まあ、確かに迫力がありますね。まあ、最初はね、文化6年、まあ、1809年、まあ、作られたんですよね。開眼供養もね、されて。まあ、構造的にはどうなのかな。まあ、江戸時代のものなんでね。まあ、基礎があってね、蓮台の上に塔身があって、まあ、塔身の上の部分はね、くびれていますね。上にはね、傘。そして、総輪。まあ、明治33年にね、まあ、再び、まあ、まあ、作り直したので、まあ、ちゃんとね、総輪の部分まで欠損がありません。まあ、構造的にはね、まあ、宝塔に、まあ、準じているのかなと。正面はね、東側。まあ、阿弥陀如来像です。まあ、台座のね、まあ、部分にはね、100万遍供養の塔。行者。まあ、仏人。まあ、そのようなね、文字も刻まれています。
あ、本当だ。まあここにはね、まあ豊田氏先祖代々ですとか、まあ先ほどのね説明板に書かれていた通りのことがね、まあ書いてございます。まあ、ちょっと暗くなっちゃってるけど、南無阿弥陀仏と書かれています。これだけ大きいから、まあ採点するときも大変でしたね。まあ総輪のね上にも宝珠ございます。まあ宝珠の下にはね受け花、そしてクリーン、そして再びね、まあ、受け花、そして受け花の下にはまあ福鉢、まあそしてねまあ炉盤、そしてまあ傘、まあこのようなね順番になってますけど、はい、こちらがね、焼き白万遍念仏供養塔です。すごく大きいね。はい、そちらのね百百万遍念仏供養塔のね、まあ右側っていうかな、まあ西側ですかね、仏教訓行主肉入会内、まあよくね、まあ曹洞宗のお寺なんかにはね仏教訓主、まあそのような文字がねまああって、まあお酒だとか香りの強い野菜とかそういったものをね持ち込まないようにという。でもこちらは もっとね辛いもの、まあ肉類、それをねまあ入れてはいけないまあ場所ですよという、そのようなまあものもあります。まあ隣にはね13年仏供養、まあ左手にはね数珠を持っています。右手は何かな、これはもしかしたら古書、古書かもしれませんね。まあ先がね、まあいくつかに分かれて、まあ三箇所、三箇所とかね。13年仏供養。そして、まあ女人公中ですね。まあ典型的な、まあ如意輪観音です。どうしても暗くなっちゃうからね。まあ死ゆいの姿。まあ記念名は文化12年の4月。まあそのようにあります。まあ、彩色の方は咲いてなかったのかな。そしてどのようなことのものかというと、21夜念仏供養。よくね、23夜とか22夜とかありますけど、ここは21夜ですね。まあちょっとしたね、まあ、石殿。まあ司内仏もいらっしゃるのかな。なんかそんな感じですね。そして
これは、まあ、形態的にね、宝鏡印刀だと思われます。まあ、こういったね、まあ、傘の部分のね、まあ、突き出た部分をね、墨飾り突起、まあ、そのように言います。まあ、刀身の部分にはね、まあ、主字。まあ、世話人の名前が書いてあります。神社仏閣拝礼供養塔。もしかしたらね、まあ、明治初期の、まあ、廃仏毀釈によってね、まあ、毀釈されてしまった、まあ、仏像等のね、まあ、供養なのかなと。ちょっとこちらは難しいですね。まあよく見かけるね、まあ庚申信仰のね、まあ正面金剛明王、そういった方がいらっしゃるんですけど、まあちょっと似てますよね。まあこちらもね、まあちゃんとした、まあ基礎にね、蓮華台の上に乗っています。はい、まあ全体の風景はね、このようなお堂があって、まあ墓所スペース、こちらの部分はもう住んでらっしゃらないかな。それではね、まあ少し総理の部分が見えてますけど、蓮華寺の百百万遍念仏供養塔からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。